読み書きそろば平均最大最小できればツンツンも簡単にできるかな。計算パズルの夜夢の中の数字指で数えたらいつぴたりと来る算数の歌を歌おうみんなで一緒に計算楽しもう夢中になれるね。先生が笑ってる戻りた答え正解友達も頑張るみんなで高得点算数の何回挑んでみよう失敗怖くないさ何度でも try again 計算は冒険だ。何回挑んでみよう失敗怖くないさ何度でも Try again 計算は冒険だ。